イニエスタから招待されました。今日は J リーグに潜入するトマスの一日を見ていきましょう。みんなのおかげであのヴィッセル神戸さんの試合に招待されました。パチパチ。そして招待だけでなく本日のドレスコードも楽天さんにプレゼントしていただき、スタジアムに行く準備万端。トマスンからイニエスンタに昇格。不思議と足も速くなってあっという間にノエビアスタジアムに到着。でかー、半端ないって。興奮してるけど一旦着席して勝利祈願の勝ちサンドをいただきます。今日は絶対勝つ。するとここでモノホンの選手たちの準備も始まりました。いや、スーパースターの前で編集すな。さあ、お待たせしました、ヴィッセル神戸 VS 川崎フロンターレ、いよいよキックオフ。試合はこのオイラを見てわかる通り両者譲らない白熱の一戦。結果は惜しくも敗戦だったけど熱い戦いを見れたので明日からも動画頑張れます。次はきっと勝つ。